はい、ワト2サリナ、あれ彼女と連絡取れた？あ、聞こえる？音聞こえる？調子悪いな。おはようございます。おはようみんな。うん、昨日なんかあった？大丈夫よ。うん、なんか彼女に相談事あったんでしょ。うん、うん、全然謝らなくていいよ。おはよう。おはようございます。喉ガラガラだな。なんだろう、なんか音おかしくない？あって。まだ連絡取れない。うん、彼女も家帰ったから DM 送ってたら取れると思うけど、うん、どうなんだろう。ちょっとわかんないね、どういう感じなのかは。彼女次第だと思ってる。まだ連絡取れないんだ。まあしょうがないよね。寝ぼけてるわ。疲れが溜まってたんだね。そう、寝たよ。睡眠薬が効きすぎてた。あ、いくみたんはどつ？楽しんでて。いらっしゃい。楽しんでってください。おはよう、みんな。おはよう。のんちゃんにツイッター。うちはワドちゃん。え、俺に来てないよ、ツイッター。え？俺にツイッターなんか来てないよ。どれ？来てない来てない、ツイッター。俺のツイッター、これだよ。別の人に送ってない？俺のツイッター、これだよ。はい、ワド2。知らない人に送ってるでしょ。俺のツイッターこのアカウントしかないよ。ムービー高光ってやつ。ムービー高光が俺のツイッターアカウントだから、多分別の人に送っちゃってると思うよ。誰に送ったの？ DM の内容。俺来てないっすよ。ツイッター来てる？来てないよ。 DM なんか来てないよ。どれ？来てないけど。はい、ワード2、いらっしゃい。俺の D、ツイッターこれしかないよ。俺のプロ配信者、ムービー高光ってやつ。イブ、いらっしゃい、ワード2。来てるってなんだろう。偽物に送っちゃったんじゃないの？俺のツイッター偽物いっぱいいるから。おはようございます。うん、マスさんはコツ。靴改めてカバンいいでしょ。かわいいよね、うん、気に入ってるけど全然問題ないと思うけど、ランドセルとバカにされるんですよ。みんなランドセルランドセルって言って。
可愛いよね。かっこいいよね。女の人から結構可愛い可愛いって言われて、センスいいって言われるけど、男の人は結構ね、あんまりリアクションが良くない。女性的なセンスなのかな。全然かっこいいと思うけど。忍者キャンって何？忍者キャンってなんだろう。忍者キャンって何？忍者キャン？何忍者キャンって？忍者キャンって何？忍者キャン？これ赤。これはレッドだね。ただ朱色に近いと思う。朱色。忍者キャンが分かんないな。おお、花火ありがとうございます。花火ありがとう。忍者キャン、いや何も来てないよ、何も来てない。人参ちゃん、人参ちゃん来てないよ。何にも来てないよ。俺のツイッターでしょ、俺のツイッター DM 来てないよ。人参なんとかみたいな。花火ありがとうございます。久々の花火だ。3日ぶりの花火ありがとうございます。ありがとう。いい色だよね。多分これ深みが出てくると超かっこいいと思う。深みが出てきたらさらに良くなるよ。使い込みだからね。皮は使い込んでなんぼだから。はい、ミッチーこんばんは。こんばんは。ネックレスは10本見つかんない？なくしちゃった？俺送ったよね？大丈夫だよね？風船10個ありがとう、ミッチー。ありがとうございます。はい、ナオちゃんはワドツ。いらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。ありがとう。あ、ニンジンちゃんフォロー来てるね。ニンジンちゃんからフォローは来てるけど、DM 来てないね。ツイッターは非公開です。ニンジンちゃんはフォロー来てるね。DM は来てないね。おお、花火プレゼントありがとう。花火プレゼントありがとうございます。うん、探せば出てくるでしょ。1回。2回。3回。4回。5回。ありがとうございます。風船10個ありがとう。頑張るよ。バーガープレゼントありがとう。バーガーありがとう。
何やろうかな今日、新しいフォロワーさん紹介します。カラスさん、のんのこさん、ネピアさん、フォローありがとう、ありがとうございます。鍵アカだからフォローした、ワードちゃん。うん、バカプレゼントありがとう、サリナありがとう、ありがとう、バカプレゼントありがとう、風船10個ありがとう、バカありがとう。よく寝れたよ。ぐっすり寝たけど、頭がまだぼーっとしてる。薬が効いちゃってたから、ぐっすり寝たね。ぐっすり寝た。爆睡ですよ、爆睡。超寝た。のんたん帰ったね。なんか明日パチンコ屋のイベントがあるって言ってたよ。なんかもう台が決まってるからどうのこうのっつってた。パチンコやるんだって。鍵アカだからフォローし直して、あ、ごめん、俺今フォローバックはしてないんだ、申し訳ない。あの DM は送れるからね、 DM は送れるから。どうなんだろうね、勝てるかね。うん、まあ運強いからね、のんた勝つんじゃないかな。うん、フォローバックしてるの Twitter だけなんですよ僕今。うん、ツイッターじゃない、フェイスブックか。フェイスブックしかフォローバックしてないの。送って？うん、何を送んの？何を送ればいいの？DM はあれだよ、フォローし、あの、誰でも送れるようになってるよ、俺のは。うん、DM は受付、あの、フォローしてなくても送れるから。DM 違うんだよ。俺から送ることできないの。サリナから送んないとダメなの。うん、俺は DM 送れるから。DM はフォローしてなくてもフォローしてても誰でも送れるようになってるから、できるできる、 DM 送れるよ。もしくはなんか直接言うことあるんだったら、これに送ればいいよ。これが俺の LINE だから。うん、これが俺の LINE ね。うん、できるできる、みんな送ってるもん、みんな俺に LINE 送ってる。40名さんいらっしゃい。ロハコさんと連絡最近取ってないかな。うん、まあでもいつでも取れるよ、ロハコさんとは。うん、仲いいから。最近連絡取り合ってないな。最近特にお互い用事もなく連絡は取り合ってないですね。
LINE 教えてもらったけど返事なし。あ、そうなんだ。なんだろうね。ロハコさんも結構そういうとこ適当なところあるから、うん、まあ忙しいんじゃないかな、わかんないけど、うん、スタンプ送んないとダメだよ。申請飛ばしただけだと生主ってアンチもいるから、スタンプでリスナーさんからどうのこうのって言わないとダメよ。LINE 来たな。そうなの？はい、いってらっしゃい。またね。いってら。頭ぼーっとする。マナユさん初見です。初見さんいらっしゃい、楽しんでてください。何時間でした？昨日寝たのが何時だったっけ。朝方何時だろう、多分12時間以上寝てると思うね。12時間以上寝てたよ。すごい、多分疲れが溜まってたんだろうね。ぐっすり寝た。別に無言じゃないよ、喋ってるよ。
爪深爪だね、俺もともと。爪切るときもともと深爪。すごい深く切るタイプだね。ちょっとでも伸びると深く、爪切るタイプだから。深爪気味だね。そうだよね。深爪深爪。なんか爪が伸びてると嫌なんだよ。爪はパッパパッパ切りたいタイプです。爪長いのが嫌なんだよね。痛くはないよ。うん。痛くはない。爪の形によるんだね。その深爪で痛いタイプって。爪の形によるんだよ、多分。俺は全然痛くない。初見さん、エルバーさんいらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。コメントありがとうございます。ありがとう。BGM に惹かれた。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、エルバーさん、フォローありがとうございます。この BGM ね、はじめ社長も同じの使ってるって書いてあったよ。うん、いいでしょう。カバン最近買ったんですよ。お気に入りですね。カバンがずっと10年前から使ってたナイロンのカバン使ってたからボロボロになっちゃって、で、カバン欲しいなと思ってたの。で、せっかくだから、一生ものの買ったね。理想まだ取ってないね、今月は。今月まだ取ってない。そろそろ取りたいよね、理想。うん。まだ取ってないね、俺。ここね、数日ね、全然配信に集中できなかったんだよ。忙しくて、テレビの取材とかあってさ。バッタバタだったの。エコーを聞かせて紹介していただき感動しました。いやいやいや、うん、そう、新しくフォローしてくれた人は紹介していくスタイルですね、うん、色もいいよね。女の子にはね結構ウケがいい。かわいいかわいいって。でも男からセンス悪いって言われる。男の人でもね、かっこいいよって言ってくれる人いるけど、男の人がかっこいいと思うのと女の人がかっこいいと思うの違うからね。うん。画像はそうだね、ロジクールのいいカメラ使ってるから多分それで画質がいいんだと思う。機材には結構金かけてる方だから、配信では。音もね、オーディオインターフェース外付けでつけてるから。そんなに悪くないと思うよ。
うん。なんかね、このカバンのキャッチコピーがもともと20年間使えるカバンっていう、20年間持ちますよっていうのが売りのカバンだから、楽しみだよね。革製品、これもまだ1年ぐらいだけど、結構色合いが良くなってきた。くたってきてね。まあ、買った時はこんな深い茶色じゃなかったんだけど、だん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 良くなってくるよね、革は。こんばんは、吉村さん。楽しんでってください。革はね、やっぱ使ってから3年目ぐらいからかっこよくなってくるよね。だん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 。いい感じだね。革ジャンもそろそろメンテナンスしないとな。時々音が途切れる。嘘？音途切れる？多分ね、サーバーの問題だと思うな。俺の方では全然途切れてないから、多分フワッチのサーバーじゃないかな。音途切れる？フワッチが重たいんだろうね、多分ね。俺の方に問題は起きてないね。大丈夫？ログイン。財布もそうだね。俺が今使ってるの財布革製じゃないんだけど、これが俺の財布でダンヒルの財布なんだけど、革じゃないんだよ。画質もぼやける？嘘？マジで？ログイン、ログアウト。ログイン、ログアウトじゃなくて、もう一回入り直した方がいいかもしんない。それ。一回放送閉じて、もう一回ワドの放送来るっていうのが多分、一回入り直しだと思うね、それは。うん、これ革製品じゃないから、使い込んでも味は出てこないよね。全部革にしたいよね。画質ぼやけるかな？そうかな？俺今モニターで確認してるけど、別に高画質配信で綺麗に配信されてるけどな。うん、特に問題ないかな。皮育てるの楽しいよね。使い込んでね。なんかのんたんがさ、いびき用のマウスピース買ってくれたんだよね。なんかいびき心配だから、マウスピースこれ使ってって言われて、マウスピースが家に届いた。これって効くのかな。え、マウスピースこんなにあんの？3個も入ってんだけど、うん、なんだこれ、3個も入ってる。3個も使うか。あ、そういうことか。違うわ。3個じゃない。2個だわ。で、予備が1個か。いびきがね、すごい嬉しいの。嬉しいじゃない。うるさいの。
ふわっちとかも他見てきたけど、香川さんのところ大丈夫だった。新やつはくるくるだった。ふわっちなんかも。それが相性なのかな。なんかね、サーバーを引き当てるときに失敗するか成功するからしいよ。DM できるって。DM できるできる。DM できるよ。俺 DM の設定そんなにしてないもん。っていうか、あれだよ、LINE 送ってよ、サリナちゃん。LINE 送れば、これ。DM みんな送ってるもん。LINE 送りなよ、LINE。DM どこだ？メール通知。メール通知じゃない、 DM ダイレクトメッセージ。DM。 うん、全てのユーザーからダイレクトメッセージを受信するになってるもん。なってる。あ、俺の問題じゃないよ。この BGM はね、フリー BGM。 フリー BGM だよ、テカさん。あの、はじめ社長も使ってるやつなんだって。使ってる使ってる、うん、同じやつだね。書いてあったもん、はじめ社長もこの曲使ってくれてますって。ねえ、楽しみだね。ねえ、全国回ろうね、一緒にね。うん。俺も楽しみだよ、めっちゃ。どこまで行けるかだよね。すげえ楽しみ。日本中旅しないとね。ね、まずね、東京から北海道行って、ゴールが沖縄。今考えてるやつだと。ゴールは沖縄だね。一回北目指す。一回北に行ってから、降りてくる感じだね。1月じゃないよ。だいたい3月末から4月ぐらいを考えてるから。そんなに1月はいかない。この BGM いいよね。アキルの、アキルののちゃんりないらっしゃい。まったりしていいよね。そうだね。春先にスタートって感じだね。うん。あー、玉金かゆくないんだ、今日は。おやすみ。ちょっと外れだったかな、今日のコメントは。おやすみ。
マキンかゆいはブレて欲しくなかったな。桜前線と共に登っていくのも、ああいいね。ずっと桜が見れるってなんかいいね。あ、それいいわ。ちょっとリップクリーム取ってくるわ。唇ガサガサ。乾燥するよね。文鳥だよ。そうだよ。文鳥。そっかそっか、ヤミー来た時ね、懐かしいな。ヤミー元気なのかな。ヤミー元気。元気なんだ、よかったよかった。最近絡んでないね。あ、夜バイトしてるんだ。なんかお父さんだかお母さんの なんかの都合でね、仕事しないといけなくて大変だって言って、うん、偉いじゃん。やっぱ働いてた方がいいよ。うん。働いてた方が絶対いい。引っ越すんだ。年内に引っ越し。へえ。あ、そうなんだ。
閲覧あるのにコメント少ないね。こんなもんだよ、うち。いや、今日は閲覧が少ない。いつもは、ほんと100ぐらい安定するけど、なんだろうね。30しかないっていうのがちょっとよくわかんないな。逆にそっちの方がびっくりしてる。ロム勢は、まあこんなもんだよ。なんか調子悪いなぁ。なんか。やっぱ、人が来ないとね、やりづらいよね。今日調子悪いわ。俺もさっきからなんでだろうとか思って。盛り上がんないよね、こんなんじゃ。参ったね。うん。やっぱさ、人が集まった方がさ、喋りやすいし楽しいじゃん。今日調子悪い。やだな、なんかスランプみたいになりたくないな。やる時間間違えたかな。確かに私いつも潜ってるけどコメント流れてますもんね。そう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 。ある程度安定して流れてるもんなんだけど、今日ほんと調子悪いな。不安になるよ。不安になるよ。LINE した？LINE？ 本当だ。これか？あ、繋がった繋がった。うん。あ、ティロってたの監視してたよ。うん。歩通できるようになったけど。うん。のんたん来たね。ティロってたよ。花火打ってたよ。うん？もしもーし。どうもどうも、和道です。はじめまして。はじめまして。はい。いいっす。あれ、今放送中っすか？いや、違いますよ。あ、そうなんですか。いいっす、いいっす。はい。一応今日。はい。リスナーさんとちょっと食べに行く予定があって、ほんで、それから、なんですけど。あ、全然いいっすよ。何時くらいまで起きます？今日、起きたばっかりなんで、多分に、ずっと起きてます。あ、了解です。いっす、いっす。じゃあ、また、様子見ながら行きますね。あ、新宿、どっちしろ新宿におるもんで。はい。はい。うん。ほんで、また、あ、適当に。了解です。連絡します。LINE に連絡いただければと思うので。え、了解です。はい。よろしくお願いします。はい、はい。はい。うん。サリナさんは、なんか俺に連絡来たよ。うん。なんかずっと DM 送れないって言ってて、今連絡来た。なんか DM の使い方がわかんないんだって。俺がノンタンに繋げればいい？なんか俺もよくわかってないんだよ、状況が。なんかノンタンじゃなくて俺に連絡送ったって言ってた。うん。はって何よ。うん。俺に今来たところ。うん。Thank you.
なんで？わかんない。わかんない、うん。今来たところだから。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。ありがとうございます。やべえ、超不安になってきた、なんか。大丈夫かな、俺今日。やばいな、全然人集まんねえよ。やべえな、マジで。こんなん、大丈夫か、俺。超不安になってきた。やばくない？こんなんで配信業大丈夫なのかな？継続できんのかな？超焦ってんだけど、今。今日やばいよね。何時から寝てたの？昨日も、どれくらい寝たんだろう？記憶がないんだよね、昨日。薬飲んで睡魔に襲われて、そのまま寝たから。どれくらいなんだろう？ずっと寝てたような気がするんだけど、何時に寝たのかも覚えてない。何時か全然覚えてない。いや、日曜日だからなのかな？なんでなんだろう。確かに土日は人少なめだけど、ちょっと焦るわ、今日は。さすがに。さすがに焦るよ。っていうかもう3日ぐらい花火なかったんだよ。だから3日ぐらいで収入ないんだよ、俺。今日は花火2つあるけど、マジでやばい、本当に。こんなんでやってけんのかっていう焦りが出てきた。マジでやべえよ。大丈夫かな？ありがとう、ハト。結構聞いてるよ。閲覧100とか普通にキープしてたから、やばいよ。なんだろう、状況がつかめないね。状況が。俺が調子悪いのか。いやー、ブレたらダメだよ、ここで。正念場だよ、正念場。正念場ですね。焦るわ、マジで。帰宅してない人もいるのかな？どうなんだろうね。日曜日はでもね、わりかし人少なめなのはいつもなんだけど、さすがに少なすぎるわ。干されたのかな。はい、ワトツ。おー、シュキいらっしゃい。ハートありが、風船ありがとう。ワトツ。トップに乗ってなかったよね、俺ね。やばかったよ。トップに乗ってない、今日は。
バコ止まんねえな、やめよう。カラオケでも行こうかな。気分転換にカラオケでも行こうかな。どうしよう。外配信でも行こうかな。カラオケ行ってもでもかそるか。だし、おせわ、ん？おせ、ん？せ、せやみ様はボーナス時お出かけ多いと予想。おお。せ、せま様？世間様。世間様。あ、風呂入ってくるわ。ちょっと気分転換するわ。ダメだ。これじゃ配信成り立たねえわ。うん。調子悪すぎるからちょっと一回顔洗ってくる。風呂入ってちょっと枠取り直すわ。申し訳ない。グダグダすぎる。ダメだこれ。うん。こんなんじゃリスナーも聞けたもんじゃないやこれ。ちょっと枠取り直すわ。風呂入ってから。調子悪すぎ。これはひどい。うん。この5分で終わりにする。うん、悪い。ちょっと出直してくるわ。これはひどい。悪いね、ほんと。申し訳ない。やり直します。すいません。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。